関東地方で地震が発生しましたのでお伝えします。11時13分ごろ、千葉県東方沖を震源とする最大震度3の地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは 4.7、 震源の深さは約30キロです。なお、この地震による津波の心配はありません。関東南部を中心に揺れを観測しました。では地震の体感を見ていきましょう。番組をご覧の皆さんから地震の体感報告が届いています。関東南部は広く緑色、弱い揺れ、震源地に近い千葉県ですと黄色の強い揺れや一部激しい揺れを感じたとコメントが届いています。揺れに関するご報告です。特に目立つのが黄色やオレンジ色。オレンジ色ですと東京都から神奈川県に多くなっています。ゆらゆら酔いそうという揺れ、また震源地に近い千葉県ですとガタガタ小刻みな揺れや、より震源に近いところではドンと突き上げるような揺れを感じたとコメントが届いています。詳しい地震に関する情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。画面左下のメニューから現在防災の項目の左上、地震チャンネルです。ここでまず直近の地震情報が出てまいります。震度の詳細というところをタップすると、どこのエリアでどの程度の揺れだったのか一覧でご覧いただけます。また他の地震というところをタップしますと、これまでの地震情報をご覧いただけます。千葉県東方沖を震源とする地震については、今回の地震を含めまして今日で5度目となっています。この後も関東地方で揺れが発生する可能性もあります。この後もどうぞ気をつけてお過ごしください。またお天気や地震に関する最新情報はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。